ほら、ゼロ、国130起点。130号の終点までの距離は。どうも、一生声掛け中のものです。今日はですね、私東京の中心地の方に来ております。ここは港区です。で、今日はですね、私ここで東日本で一番短い国道を走破したいと思います。日本に国道って459路線あるんですけれども、その中で最も長いのは東京から青森を結ぶ4号線です。こちらは700キロオーバー。しかしながら短い国道もありまして、意外なんですけど、この港区にですね、東日本で一番短い国道が存在するっていうわけなんです。で、港区といえばですね、高級住宅地をイメージされますが、実はその漢字でわかるように、後ろ向きますよ、ほら、奥にあるのは海なんです。海、そう、港区の港という字はですね、この東京湾にある港から来てるんですよね。で、私が今ですね、歩いて目指しているのはその国道の起点となる部分です。どこをスタートするんでしょうかってやつなんですけれども、これね、普通に歩いてると気づかないんですが、実はこういうのがあります。ここほら、ゼロポイント、ででー、ほら、ゼロ、国130起点。ちゅうわけで、その東日本で一番短い国道っていうのは国道130号線で、ここ港区のですね、港湾地区を起点として、こっち私の後方に伸びてるちゅうわけなんでした。で、問題はここからで、東日本で一番短いこの国道、その起点から終点までの長さはどんぐらいでしょうか。まあ、言うても国道ですから、短いっつっても限度があるわけで、徒歩では無理なので車で行きます。現在地はここです。港区の海にほど近い地点なんです。ここをスタートします。こっちにこのように進んでいきます。ちなみに4丁目交差点がゴールです。さあ、じゃあ間もなくスタートになります。ここを曲がったら、はい、ここが起点です。じゃあここでトリップメーターをゼロにします。はい、スタート。さあ、国道130号線、私ここがですね、130号線だって意識して走るのは初めてです。今まで何度も通ってましたけれども、順調に進み始めまして、今 100m 経過で、橋を越えてここ混むんですよね。ちなみに国道って459本今実働してるんですけれども、実は国道の番数はですね、507号線まであります。で、割と欠番が多いんですよね。さあ、渋滞時間のところはカットします。さあ、これから JR の高架下をくぐります。ここね、変則的な動きをするので、非常にね、運転は気を使います。さあ、今高架下をくぐって、芝4丁目の交差点に着きました。大変地味ですがゴールです。もう本当にあっという間でした。さあ、先ほどここをスタートしたんですが、現在地はというと、てりーん、こんだけなんです。たったこんだけしか進んでません。さあ、割と短かったと思いますが、実際にはどのぐらいだったんでしょうか。トリップメーター見ましょう。さあ、どのぐらいでしょうか。てりーん、0.6、1キロ未満でした。しかしこの数値はですね、車両で車線変更なんかもしたこともあるので無駄になってますし、終点を終えてからこのパーキングメーターを探すためにちょっと移動したりした数値も含まれてます。実際は、実はガチのですね、この芝4丁目交差点130号の終点までの距離は482メートルしかないんです。482メートル、超短い。さあ、ただここが本当に終点かどうかってわからないんですよね、ここの表示では。例えばほら、ここに130号って書いてあって、ここからこっちの矢印がついてて、こっちにはないっていうのはわかるんですけれども、でも正面にはなりませんよね。そこでこれ、今向こうから来たんですけれども、向こうから来たその下、これがさっきの支点表記と対になるものなんです。終点0.47、
というわけで、ここに書いてある通り、ここが終点なんです。しかも実際のデータに残っているのは482メートルなんですが、そこの表彰を見ると047ですから470メートルですよね。すっごい短い。いや本当今昼間ですから2分以上かかりましたけれども、夜で信号が良ければですね、多分10秒20秒とかそんなもん、いや1分ぐらい、1分はかかんないですよね。そのぐらいの短さなんです。さあというわけで、この奥の方から走ってきました。さっき通り越したのがあの JR の高架線です。あそこを通り越して、あそこがこの交差点の中央が終点です。さあちょっと終点化がですね、支店の方に少し戻ってきました。さっき通ってきた道がこっちで、このままこっち側に行く感じです。で実はですね、東日本で一番短いのがこの130号なんですけれども、じゃあ日本で一番短いのはどこかというとですね、それは神戸にあります。神戸にある174号線が一番短くて、その距離なんと184メートル、めちゃくちゃ短い。ただここで疑問が湧いてきます。なんでこんなに短い国道があるのかという非常に素朴な疑問が一つと、あとこれってね、実はね、国道の設置要件を満たしてないんです。基本的に国道ってですね、主要都市間を結ぶ道路ということになってるんですね。でもこれって港から480メートル先を結んでるだけじゃないですか。でもそこには国道設置の特例というものがありまして、主要都市間を結ぶような道路でなくてもですね、主要な港とか主要な飛行場から主要な都市や主要な観光地へ向かう道路の場合には、特例として国道を設置することを許可するという決まりがあるんですね。でそこでここ東京都港区のこの道路が鍵になってくるんです。ここはもうまさにその特例がぴたり当てはまるポイントで、東京湾の東京港、港からこの観光地といいますか主要都市までの間を結ぶために、あえてほらトラックがいっぱい走ってますよね。トラックなんかがしっかり走れるような環境を整備するため、国道としてしっかり整備管理する必要があったというわけなんです。それで130号の設置が許可されたというわけなんでした。というわけで、東日本で一番短い国道はですね、482メートルでした。短いというわけで大変微妙でした。ごちそうさまでした。ちなみに余談ですけれども、国道ではなく県道でしたが、広島県にある広島県道204号線が日本で一番短くて、その長さなんと15メートル。15メートルですよ。なんで作ったの？あ、すいません、ちょっとピスタチオみたいになっちゃいました。なんで？